青コーナーより01ふごふごゆめじキングアダモ入場。もうアウンの呼吸を見せつけていくのでありましょうか。赤コーナーより新日本プロレス田口隆介井上渉入場。タッグの頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。ふごアダモ行け。タッグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー01アダモ173センチ140キロ、キングアダモ175センチ95キロ、ふご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 ゆめじー。ふごふごゆめじー。ふごふご赤コーナー田口新日本プロレス180センチ98キロ、わたる井上わたる井上180センチ91キロ、田口田口ゆすけ。レフリーレッドシューズ運の今度が打ち鳴らされてまいりました。さあ放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ガードします。バックからスリーパーに入ります。行くのか、あと返します。あっと逆に捉えた。エルボーを入れていきます。走り込んでのエルボー、腰を落として逆エビ固めの体勢です。ロープにブレイクしました。肘を打ち込んでまいります。ブロックします、ブロックします。ドロップキックを放ってまいります。こういうのは効果的ですよ。技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。コーナーに振った、ドロップキック、キャメルクラッチ、ラクダ固めであります。ロープに逃れました。ラフ三方に転じます。腕をフックします。あとリバースで返してまいります。ここでタッチです。掴んだ、あとエルボー、ストッピングを叩き込んでまいります。空中戦を狙いそうだ。ここは戻ります。ロックアップ、ボディスラムで投げてまいります。気合を入れてまいります。掴みます、頭突きを打ち込む。
締め上げてまいります。ドロップキックであります。組み合います。対角線に飛ばした。尻を使ってまいります。相手を挑発してまいります。腕を取ります。逆に切り返します。腕を狙ってまいります。フロントからのキック。こういう打撃の技はね、そりゃガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受け止めるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね。そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。張ってまいります。抱えます。リバースで返します。ドロップキック、ピンポイントであります。この辺りの関節攻撃いかがです？ちょっと浅いですかね。そうですか。ロックアップ、ネックブリーカーで叩きつける。雄たけびを上げた。エビ固めで丸めていく。ここは連続で割っていきたいですね。ここで一気に自分の流れに持っていきたいですね。抱えた。人間風車で固めていった。カウント 2.5。 ここでスイッチ。腕を取った。返した。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちよってますよ。はい、バックフリップ。バックを取ってラッシュスイープ、カーズを出しトップロープを狙う。ボディープレスが降ってきた。もうここまで来ると作戦とかじゃないですね。受け止め勝負ですよ。エルボーで切り返す。フロントキック、バックに回った。エルボーで返す。組み合った。あっと切り返した。ストッピング、カバーした。カウント 2.5。 まだまだです。あっとバックに回った。ニークラッシャーで叩きつける。強烈に決めていった。ロープに逃れました。ガチッと組み合った。場外に落とした。場外に移行した。腰に手を回した。逆にバックに回った。エルボーで切り返す。いけるか。お気をつけください。キック、蹴り上げていく。組み合った。あと逆に返した。リングに戻ります。リングに戻ります。すごい顔で打つ。いけるか。
み合った。そのまま後ろに落としていった。ビッグバン級のプレスだ。カウント 2.9。 そうは簡単にはいかせません。15分経過。そのまま締め上げる。場外に降りる。腰に手を回す。あとスクールボーイで丸める。いけるか。感極まって泣き出している女性ファンもいます。お気をつけください。エクスタシークライマックス。組み合った。リングに戻ります。リングに戻ります。バックに回った。エルボーで返す。ヒールキックがこめかみに入った。抱き起こす。フライングヒールキック。ストッピング強烈。ヘッドで行った。掴んだ。
5 minutes past. リングに戻ります。場外に降りる。ギロチンドロップ強烈起こした。組み合った。お気をつけください。すごい音がした。そのままプレスしていった。はったー。リングに戻ります。リングに戻ります。あっと返した。さあがっちり決まった。これは苦しいですよ。魔界の若獅子柴田勝頼が入ってまいりました。
真壁真也入場。さあ、総魂真壁真也が肩を怒らせて入場してまいります。185cm、115kg。天狗退散。天狗。マカベ。188cm、120kg。キングジョー。キングジョー。183cm、103kg。柴田勝頼。柴田。181cm、110kg。真壁真也。レフリー、田山正夫。真壁。打ち鳴らせ、今ゴングだ。掴みます。ロープに振ってバックを取ります。アッとエルボー、ローを打ってまいります。顔面に突き刺さります。腕に照準を絞るのでありましょうか。組みに行きます。逆に振り返した、エルボーを入れていきます。カウンターで返します。小脇に抱えます。エルボー、足を殺してまいります。ロックアップ、組みフロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーが襲ってまいります。キックとチョップを乱れ打ちます。逆に振り返して強烈に打ち込みます。カウンターで切り返してまいります。ボディスラムです。ストッピングを叩き込んでまいります。このポーズです。エルボーでブロック、ロックアップ、おっと逆に捉えた。ねちっこい展開に移行してまいります。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああそうですか。掴みます。倒してまいります。2位を切り上げます。こういう攻め方がうまいですね。今はなかなかこういう攻めをできる人はあんまりいないですからね。ああ何かレトロな、それでいて新鮮なリング上って感じですね。そうですね。腕を決めてまいります。キックを打っていきます。腰を落とします。今すごい角度でしたね。ちょっと頭打ったんじゃないですかね。起こしてまいります。肘を打ち込んでまいります。立ってまいります。ところに入るスピードが速かったですね。これだと相手はきついですよ。一瞬でしたもんね。ラリアット投げ倒し、スタン膝を狙ってまいります。バックに回ります。あっとキャッチした、パンチで返します。組み合います。コーナーに振った、組みに行きます。ボディスラムで叩きつけます。起こします。いや素晴らしい動きですね。そうですね、運動神経が素晴らしいですね。はい、させません、打たせません。決められませんね。抜けてまいります。投げてまいります。腕をフックし、リバースで返します。組みに行きます。パンチで返します。抱えます。膝へのキックです。ゴリラホールパイルドライバー、させません、組み合います。返してまいります。さあ STF に入ります。行くのか、逆に返します。ガードします。気合を入れてまいり、耐えます。キック攻撃を担います。バックドロップの体勢、エルボーで返します。させません、掴んだ。キックで返します。掴んだ、アッとエルボー。このあたり一発一発が重いですね。そうですね、これはダメージあると思いますよ。
させません。このあたり決まり具合いかがですか。これはまだ入ってませんね。ローを打ち込みます。ダックエビ固めに移行してまいります。あとリバースで返してまいります。館内も盛り上がります。起こします。チョップであります。片エビに持ち込む。ロープに逃れました。腕をフックした。逆水平組み合った。逆に返した。打たせない。足を殺していった。クッパー肩ラップカバーの体勢。カウンター2返しました。エルボー強烈。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちよく打ってますよ。はい、肉体を躍動させる。強烈逆肩エビ固め。ストマックを狙っていく。張った。あと逆に返した。あと逆にキック。立たせていく。ガチッと組み合った。あと切り返した。蹴り上げていく。ラリアットいく。ジャンピングしての膝蹴り強烈。同締めスリーパー。さあガッチリ決まった。これは苦しいですよ。いけるか。 STO スペーストルネード小川。腕をバックに回ってスリーパー。ロープブレイク。あっと返した。組み合った。これはポイントになりそうですね。そうですね。今のは精神的なダメージが大きいです。ローキック。ガチッと組み合った。10ミリパー。あっと逆に蹴っていった。鈍い音が館内に響いた。腰に手を回す。スリーパーガッチリ入った。ここでロープブレイク。テンプル捉えましたよ。悟空を見上げたか。カバーした。ロープに飛ばした。どっから来るんですかこの力は。やっぱり意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。パワーボール投げ捨て。あと逆になっバックドラップ。後頭部を痛打。強烈逆エビ固め。ローキック強烈。コーナーに振った。抜くのか。あっとジャンピングに。脳天痛打か。膝頭を入れていく。丸めていった。エドクラッチ逆に返した。カウント 2.9。 そうは簡単にはいかせません。足をフックしてスリーパー。頭を掴んで2を突き上げる。体を預ける。いけるか。カウント 2.89。 重点をバズーカ。逆に振り返して。させません。ニールキックがこめかみに入った。ナダル式のフロントスープレックス。そのまま体固め。ロープブレイク。ロープブレイク。チョップ。ラリアット強烈。気合を入れた。ラリアット至近距離。肉体を躍動させる。岩壁の母の胸に抱かれました。そのまま後ろに落としていった。抱き起こす。ジャーマンスペックス完璧。うわー危ない。カウント2であります。抱えた。シュミット式で落としていった。スペーストルネードがカウントは入る。ロープブレイク掴んだ。あっとエルボー。いけるか。巻き投げで切り返した。カウントは入る。ロープに逃れた。ガチッと組み合った。15分。ボディスラムで叩きつけた。掴んだ。あっと逆に蹴っていった。さあ首をかっきった。パワーボム。あとそこから SDM。 引っこ抜きか。リバースで切り返した。ここでロープブレイク。組み合った。倒していった。蹴りをぶち込む。体を預ける。
巻き投げで切り返した。立たせていく、ジャーマンスプレックス、あと連続で持っていった。ここで休みたくないですね、ここは仕掛けたいですね。対角線に飛ばした、そのまま体固め、カウント 2.5、 まだまだです。おっと逆に捉えた、あ、小手いけるか、コーナーに振って、バックに回った、ジャーマーロープブレイク、串出し式のサイビングウィザード、膝が刺さった。湧いてこい俺の力、ドラゴンスープレックス、ヒルゲッパック、岩壁の母の胸に抱かれました。足を狙っていった、ガジェット組み合った、 STO カバーした、ロープに逃れました、小股に挟んだ、あと耐えた、キック抱えた、ハイキック側頭部、体を預ける、カウント 2.9、 ガジェット組み合った、STO 組み合った、ボディスラムで投げつける、抱き起こす、正面から投げを見舞った、そのまま体固め、ロープブレイク、ロープブレイク、あー、ドラゴンスクリュー、奥歯を噛みしめた、投げっぱなし、パワーボム、引っこ抜きか、パワーボムだ、カウント 2.99、 いけるか、STO 引き起こす、いけるか、スペーストルネードだ、カウント入る、エルボーを入れていく、あっと後ろに落としていった、バックを取ってボディシザースとスイーパーで締め上げる、キャッチした、バックに回った、あっと襟固めで丸めていく、カウント2つ、惜しい、頭を掴んでヘッドバット連打だ、エビに固める、カウント 2.9、 中継を打たないと、ちょっと逆に捉えた、バックを取ってさせません、組み合った、 STO スペーストルネード側、一気に両立するのか、ガジェット組み合った、あー STO カバーした、岩壁の母の胸に抱かれました、バックに回った、ボディシザースとスイーパーで締め上げる、ロープブレイク、至近距離からのライアット起こした、ライアット抑え込んでロープに逃れました、25分経過、25ミリスター、あと逆に脇固めで切り返す、いけるか、ロープに振った、ハンド気味に振りましたよ、ブロック状況か、絞り上げる、ここでゴングが乱打されます、
コーナーより大谷慎二郎、高岩達人入場。さあ、強力なタッグが結成されました。今2つの魂が1つになってまいります。赤コーナーより邪道下道入場。さあ、強力なタッグが結成されました。今2つの魂が1つになってまいります。けど高いはタッグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー179cm 100kg 高いは立つ人。180cm 105kg 大谷慎二郎。赤コーナー174cm 90kg ゲドー。 180cm 96kg ジャドー。レフリータイガー服部。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。実況席には山崎さんをお呼びしています。さあ、両選手の眼差しご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。ドロップキック、お気をつけください。に響きます。フロントからのキック、リング内に戻ります。蹴ってまいります。掴みます。キックで返します。バットキャッチした。テイクダウン、エルボードロップ。ソバットを打ち込みます。行くのか、フライングメイヤー。高周波数の音が館内に響きます。スイッチしてまいります。組み合います。ロープに振った。ブレーンバスターで投げ捨てます。起こします。ロックアップ、ロープに振って切り返します。ドロップキックを放ってまいります。腰を落とします。あと逆に丸めていった。ロープブレイクしました。
ました。ショルダースストンピングです。腕をフックします。ブレンバスターで切り返します。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね。泣き言言ってられませんよ。そうですよね。ロープに振って足を殺してまいります。組み合います。こうやって投げられた時の受け身を取ってますけど、プロレスの受け身っていうのは柔道やレスリングの受け身以上に難しいものですからね。だから反復練習ってとても大切になってくるんですよ。ああそうなんですか。キックを打っていきます。リング下に降ります。コブラクラッチの体勢、逆に返します。起こしてまいります。行くのか。お気をつけください。蹴りを見舞ってまいります。抱えます。今すごい角度でしたね。ちょっと頭打ったんじゃないですかね。スタンディングを取らせます。エルボーで返します。ドロップキックであります。リング内に戻ります。あっと逆に捉えた。この辺りの攻防見逃せませんね。そうですね、お互い研究してますね。10分経過、10ミリファイル。このポーズです。リング下に降ります。掴んだ。エルボーを入れていきます。させません。全体重を浴びせたラリアット。立たせていく。至近距離からのラリアット、あと逆に返した。全体重を乗せたエルボー。決まり具合いかがですか。これがガッチリ決まってますよ。ガジェット組み合った。あと逆に投げていった。ストッピング、抜くのか。リバースで切り返した。トップロープを奪う。エルボー、3つは奪えない。岩壁の母の胸に抱かれました。もう放送席まで痛みが伝わってまいります。これはきついはずですよ。強烈。
ダメルクラッチの体勢だ。いけるか。ロープに振って15分経過。ピンポイントピザ。一気に行くのか。場外に移行した。気合を入れた。場外に降りる。バットキャッチ、キャプチュード。小脇に抱えたバックドロップが綺麗にセンスを広げた。コブラホールドガッチリ入った。リングに戻ります。リングに戻ります。さあタッチ。いけるか。コーナーに振った。トップロープからのデスバレーボーン。起こした。これきついですね。そうですね。引っこ抜きか。抱え上げて頂点から落としていった。ここは踏ん張るとこですね。そうですね。ここからはお互いに精神力の勝負ですよ。バックドロップ気味のジャーマンスープレックス。決めに行くのか。組み合った。対角線に飛ばした。もう泣いているファンもおります。これだ。これこそ感動シンドローム。
打倒曲の三拍子揃った格闘戦士レボリューション坂田渉の入場であります。赤コーナーより新日本プロレス自他ともに認めるザ・トップオブジュニア重心サンダーライガー入場。日本ジュニア界の頂点に君臨しておりますこの男、重心サンダーライガーが入ってまいります。ライガーシングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー01178cm98kg坂田渡る。赤コーナー新日本プロレス170cm95kg ライガー重心サンダーライガー。ライガーレフリー穂永則夫。ライガー運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。組み合います。ボディスラムです。腕をフックします。脇固めに持ってまいります。蹴ってまいります。蹴りをぶち込みます。膝へのキックです。組みに行きます。倒してまいります。踏みつけてまいります。腕を取ります。エルボーを入れていきます。蹴りを見まってまいります。ストマックを狙ってまいります。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして考えるのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえばファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。腹っぽいファイトを展開してまいります。抱えます。あとリバースで返してまいります。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、泣き言言ってられませんよ。そうですよね。ロックアップ、逆に投げてまいります。足を狙ってまいります。掴みます。ストバックに突き刺さります。浴びせ蹴り、腕を捉えます。腕を狙ってまいります。こういう技なんですが、次の日ミミズバラになるんですよね。そうですね、でもレスラーですから逃げることは許されませんからね。この辺りの関節攻撃いかがです。うーん、ちょっと浅いですかね。そうですか。ローを打ってまいります。行くのか、逆に返します。ストンピング、蹴りつけてまいります。コッポールの浴びせ蹴りか。キックで間合いを取ります。この辺りの防具を見逃せませんね。そうですね、お互い研究してますね。肩をつけます。正体を打ち込む。ガードした。フルネルソンの体勢、そのまま締め上げる。
した。抱き起こす。おっと、外した。組み合った。ズームストンで落としていった。これで決まったか。トゥーカウント、まだ足りません。いけるか。あっと、切り返した。起こした。バックに回った。おっと、丸めていった。ここでロープブレイクさせません。いけるか。破壊石がグサッと突き刺さった。どうか。ロープブレイク、ローを打ち込む。ポジションきついですね。そうですね。外した。さあ、がっちり決まった。これは苦しいですよ。重いですね、一発が。抜くのか。打たせない。組み合った。逆に返した。さあ、決まるか。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよ。フィニッシュになるか。カウント2.98。ガジェット組み合った。ズームストンパイルドライバー、立たせていく。綺麗に入りましたよ。首をかっ切ったか。引き起こす。いけるか。あっと、首から突き刺さった。これで決まったか。岩壁の母の胸に抱かれました。組み合った。ロープに飛ばした。10分経過。引き上げる想定。さあ、首をかっ切った。ロープに逃れました。ガジェット組み合った。対角線に飛ばした。浴びせ蹴り強烈。さあ、決まるか。ロープブレイク、組み合った。ロープに振ってドロップキック強烈。腕をフックした。ミッシャルバスターに持っていった。フィニッシュに行くのか。アッパー蹴りの想定。固めていく。ここでロープブレイク。想定決まった。フィニッシュになるか。ロープに逃れました。抱えた。あと耐えた。ブロックした。起こした。あと垂直落下式のクライムバスター。カウント青コーナーより、トム・ハワード、ウイニング亀村入場。さあ、魅力的なユニットが姿を現しました。館内のファンも大声援を送っております。コーナーより天山広義、中西学ぶ入場。さあ、
ー強烈なユニットが結成されました。その姿を今表します。60分一本勝負を行います。青コーナー5尺8寸58貫ウイニングカメブラ189センチ114キロトムハワード。赤コーナー186センチ120キロ中西学183センチ115キロ天山広義。レフリータイガー服部。中西鳴らせ、今ゴングだ。さあ放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。ああそうですか、組に行きます。ボディスラムで叩きつけます。大見えを切って手刀であります。おっと逆に捉えた、ひねって倒したドラゴンスクリュー。組み合います。ボディスラムで投げてまいります。雄たけびを上げます。見栄を切ってのチョップであります。ロックアップ、フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを振りかざします。頸動脈を狙ってまいります。バットキャッチした、パンチで返します。ラリアット投げ倒し、ストンピングを叩き込んでまいります。スイッチしてまいります。行くのか、逆に切り返します。こうやって投げられた時に受け身を取ってますけど、プロレスの受け身っていうのは柔道やレスリングの受け身以上に難しいものですからね。だから反復練習っていうのはとても大切になってくるんですよ。ああそうなんですか。サンドイッチのラリアット、バットキャッチした、フロントから叩きつけます。引き起こします。フロントからのキック、組に行きます。逆に振り返した、いいアタック、起こします、掴みます、キックで返します。抱えます、エルボーでブロック。あっ、どうなんだ、負けろ。ロックアップ、逆に投げてまいります。起こしてまいります。逆に返します。腕をフックします。リングっていうのはね、こう倒れた時にものすごい音がしますけど、リングの真ん中あたりが支えの鉄柱が入っているので一番効くんですよね。ああそこが一番硬い部分なわけですね。ブレンバスターで切り返します。空中戦を狙いそうだ、ダイビングラリアット、
み合った。強烈に締め上げる。ハンガーを落としていく。組み合った。そのまま締め上げる。ハンマー気味のパンチ。おっと逆に捉えた。あっと倒していった。掴んだ。あっと逆に蹴っていった。あっと逆にキック。腕をブレンバスターで切り返した。蹴り上げていく。これはもう精神力で打ってますね。そうですね。頭を掴んで、あと金的か。いけるか。場外に落とした。このポーズ。場外に降りる。ヘッドバット。首根っこを掴んだ。させません。キック。ガジェット組み合った。あと逆に投げていった。リングに戻ります。10分経過。10ミニットパー。いけるか。巻き投げで切り返した。引き起こす。あっ逆にパンチ。組み合った。締め上げていった。ハンマーパンチ強烈。 STF ステップオーバートーホールド with フェイスロック。足を取った。そのまま足を取った。ローキック強烈。ハンマーを振りかざす。チョップ強烈。ガジェット組み合った。逆に返した。起こした。ストッピング強烈。一気にスパークするのか。アウト。ライアット。抱き起こ、雄たけびを上げた。コーナーに登って、ジャンピングにカバーの体勢。ここで休みたくないですね。ここは仕掛けたいですね。奥歯を噛みしめた。リバースで切り返した。もうこれは闘争本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。ロープに振ってラリアット。
立たせていく。マッケンロー、エビに固める。トゥーカウント。すごい音がした。肉体を躍動させる。頭を掴んでさせません。腕をフックした。あっと返した。肉体を躍動させる。腰を落とす。エルボーで返す。ここでタッチだ。ここでサソリ固め。スコーピオンデスロック。そのまま水車落とし。マックに回った。内山ジャーマン。内山カウント 2.8。 そうは取り合わしません。おっと足を決めていった。ここでロープブレイク。組み合った。サンボ流で決めていった。20分経過。20 minutes passここでスイッチ。フロントキック。うまく切り返した。蹴っていった。掴んだ。ラフに転じる。いけるか。コーナーに振った。容赦のない攻めだ。ギロチンドロップ。強烈。エリボー打ち込む。組み合った。場外に落とした。場外に降りる。バックを取って金的攻撃。モンゴリアンチョップ。抜くのか。リバースで返した。ガチッと組み合った。お気をつけください。リングに戻ります。見えを切った。リングに戻ります。首根っこを掴んだ。うわっと逆に蹴っていった。ここでタッチだ。気合を入れた。片エビに持ち込む。3つは入りません。足を抱えた。あードラゴンスクリュー。ストッピングを叩き込む。ブレンバスターで切り返した。起こした。アルゼンチンで担ぎ上げた。すごい顔で打つ。ファイブミニうまく切り返した。いけるか。あと逆に投げていった。引き起こす。腰に手を回した。内山ジャーマン。こっち式。カウント3つ。カウント3つ入りました。青コーナーより01ローキー入場。
ラクルファイターローキーがオーラを撒き散らしながら入ってまいりました。新日本プロレス、新日本のエースはこの男、永田裕二、入場。さあ、21世紀の新日本プロレスを背負う男、永田裕二が堂々の入場であります。シングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー01175センチ95キロローキー。赤コーナー新日本プロレス183センチ108キロ永田裕二。レフリー田山正夫。永田。さあ、運命の鐘が鳴った。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあ、ではそのあたりを注目してまいりたいと思います。組みに行きます。ボディスラムで投げてまいります。腰を落とします。容赦のないキック攻撃です。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああ、そうですか。ロックアップ、ボディスラム、腕ひしぎに取ります。つかみます。ドラゴンスクール、肩をつけます。ロープに逃れました。まあプロとしては当たり前のことだと思うんですが、お客さんに見せる体を作り上げるために本当にレスラーは極限まで鍛えますよね。まさに彫刻のような肉体を作り上げますもんね。はい、バックに回ります。フライングヒールキック、スタンディングを取らせます。組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーが襲ってまいります。起こしてはローを打ってまいります。バックを取ります。小脇に抱えます。リングっていうのはね、倒れた時にものすごい音がしますけど、リングの真ん中あたりが支えの鉄柱が入っているんで一番効くんですよね。ああ、そこが一番硬い部分なわけですね。引き起こします。行くのか。ヘッドロックで締め上げてまいります。あと逆に切り返した。跳ね上げてまいります。あとキャッチした。天神蹴り、ラフ殺法に転じます。抱えます。巻き投げで切り返します。こういった地味なんですが、レスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナを奪いますからね。いい攻めだと思いますよ。はい、組み合います。あと返します。起こします。行くのか。返してまいります。スリーパーに捉えます。キックを打ってまいります。掴んだ。逆にバックに回った。エルボーでブロック。
ランニングしたらエルボー、腹固めの体勢であります。腕をフックします。リバースで返します。バックドロップの体勢、バックドロップで叩きつけます。ロックアップ、逆に返します。このあたり決まり具合いかがですか。これはまだ入ってませんね。ガードします。組みに行きます。逆に投げてまいります。このポーズです。逆水平を打っていきます。ロックアップ、切り返します。気合を入れてまいります。そのまま腕を固めていきます。ロープブレイクです。組みに行きます。逆に振り返した、顔面ハイキック、アキレス腱固めに入ります。掴みます。それにしても一瞬たりとて目が離せませんね。そうですね、両者とも調子いいんじゃないでしょうか。顔面砕き式の DDT、 さあがっちり決まった。これは苦しいですよ。ガチッと組み合った、あっ逆にパンチ、すごい音がした。掴んだ、強烈キック攻撃、このポーズ、あっとうまく切り返した。トップロープを奪う。10分経過、エビに固める、ここでロープブレイク、頭を掴んでエルボーで切り返す。組み合った、あっと倒していった。サッカーボールキック、いけるか、あっと逆に投げていった、カバーの体勢。こういうフォールを返すっていうのは意外とスタミナを使うんですよ。だから何回もフォールされるときついですよね。スタミナをロスするわけですね。させません、小股に挟んだ、ローテに勝ちまった、パイルドライバー、無重力状態からラスリング、あっと投げていった、強烈ドラゴンキャッチ、奥歯を噛みしめた、ジャックネイフのパワーバン、カウントツー、抱えた、顔面砕き式の DDT、 腕折りに持っていった、キック、バランス、蹴りをぶち込む、立たせていく、もう針振り切ってますね。そうですね、すごい気迫ですよ。ヒートアップしてますよね。カウント2つ、惜しい、いけるか、ボディスラムで叩きつけた、これで決まったか、3つは入りません。引っこ抜きか、ダブルアームで投げていった、一気にいくのか、ブロックした、ハイキック、抱き起こす、小脇に抱えた、ひねりの効いたバックドロップ、今顔面に入りましたよ。危ない状況か、15分経過、ディフェンダーねじ切らんばかりの長田ロックスリー、岸壁の母の胸に抱かれました、投げっぱなしのジャーマンスープレックス、シャイニングウィザード膝が襲った、どうか、
ここは仕掛けていきたいですね。勝負どころですよ。はい。おっと、逆に捉えた。バックに回った。さあ、最後のスペシャルディナーはどう繰り出されるのでありましょうか。腰に手を回した。ジャーマン、肩口から吹っ飛んだ。一気に料理するのか。腕を回した。ビッグラッシュ、首が引っ張ったか。ロープに逃れた。コーナーに振った。スペースローリングしてのハイキック。さあ決まるか。ロープブレイク、ロープブレイク、組み合った。対角線に飛ばした。あっと顔面か。抑え込んで完璧の母の胸に抱かれました。ガチッと組み合った。あっと返した。首をかっ切るのか。腕をフックした。危ないですよ。スイートご覧だか。いけるか。そのまま締め上げる。ハンマーを落としていく。起こした。顔面蹴り上げる。の鳥獣ザ・プレデター入場。さあ、今によみがえった鳥獣ザ・プレデターが鎖をぶん回しながら入場してまいりました。新日本プロレス、その強さに文句なし、スコット・ノートン入場。さあ、現代によみがえった潮流でありますこの男、スコット・ノートンが入ってまいりました。60分一本勝負を行います。プレデター青コーナー01プレデター 200cm 150kg プレデターザ・プレデター。プレデター、プレデター。ノートン赤コーナー新日本プロレス 188cm 150kg スカットノートン。レフリー、タイガー服部。今、ゴングが鳴りました。実況席には山崎さんをお呼びしています。さあ、両選手の眼差し、ご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でね、
プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしと感じますからね。ラリアット気合を入れてまいります。おっと、逆に捉えた。ラリアット至近距離。ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか。これはまだゴボゴボですね。そうですか、ロープに振った。あと返します、抱えます。あとリバースで返してまいります、返してまいります、組みに行きます。ボディースラム、エルボードロップ落としてまいります。蹴りを見舞ってまいります。リング上の両選手なんですが、表情をご覧になって両者とも気合が充実しているとみてよろしいでしょうか。そうですね、彼とも汗の出がいいですよね。これは調子のいい証拠ですよ。ああそうですか。おたけびを投げます。キックを打っていきます。行くのか、フライングメイヤーで倒します。ハンマーを打ち込んでいきます。コーナーに振った。さあ、常連外国人選手として長年新日本プロレスで激闘を繰り広げてまいりました、ゴーアン・スコット・ノート。新日本プロレスの中で見事最優秀外国人選手の栄冠にも輝いたこの男、60センチを誇る上腕二頭筋は恐怖の具現化か。逆に振り返した。ストッピングを叩き込んでまいります。腰を落とします。リバースで返します。跳ね上げてまいります。ロックアップ、対角線に飛ばした。カウンターであります。ハンマーが襲ってまいります。フロントからのキック、腕をフックします。ブレンバスターで切り返します。チョップが上がってまいります。させません。ラリアット強烈、起こしてまいります。蹴ってまいります。こういう技なんですが、次の日ミミズバラになるんですよね。そうですね、でもレスラーですから逃げることは許されませんからね。掴んだ、ハンマーを振りかざします。バックに回ります。ハンマーを振りかざします。蹴ってまいります。組み合います。逆に振り返して、バックキック、リバースバイパーで固めていく。ロープに逃れました。ハンマーを振りかざす、ブロックした、組み合った、対角線に飛ばした。ここで返されると痛いですね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。エルボードラップ強烈、蹴り上げていく、ガチッと組み合った、巻き投げで切り返した、引き起こす、腕を回した、キック、ガンメールキック、カウント入る、ロープブレイク、ロープブレイク、頭を掴んでガードした、キック強烈、体を預ける、ロープに逃れた、いけるか、ロープに飛ばした、あっとそのまま後ろに投げていった、奥歯を噛みしめた、カナディアン式の背骨折りの体勢、首根っこをつかまえて、あっと返していった、カバーした。どっから来るんですか、この10分で。意地じゃないですかね、もう気持ちだけですよ。さあ決まるか、ロープブレイク、
ブロックした。ハンマー気味のパンチ、喉がか逆に返した。そのまま体固め、カウント 2.99。 フロントキック、ガードした。ガジェット組み合った。コーナーに振った。ストンピングを叩き込む。キングコングに組み合った。あと逆に投げていった。肉体を躍動させる。青コーナーより、ゼロワン、破壊なくして創造なし、橋本真也入場。新日本プロレス黒のカリスマ、蝶野正弘入場。黒の、そして新日本の総帥でありますこの男、蝶野正弘がド派手に入場してまいります。現在進行形の三重師ヒストリー、竹馬の友決戦待ったなし、シングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー、ゼロワン、183センチ135キロ、橋本真也。赤コーナー、橋本、新日本プロレス186センチ108キロ、蝶野正弘。レフリー、タイガー服部。打ち鳴らせ、今ゴングだ。
でありますが、着々とメジャーへの階段を登っていることは確か。立ち塞がる者を文字通り叩き潰し、道を切り開いて、逆に返します。ドテッパラに蹴りを見舞います。行くのか。フライングメイヤーで倒します。スタンディングを取らせます。手下切りチョップであります。組み合います。ロープに振った。ガードします。腰を落とします。蹴ってまいります。毛先で打ってまいります。腕を捉えます。腕を狙ってまいります。掴みます。させません。腕を取ります。返してまいります。小脇に抱えます。エルボーで返します。実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。あっと返します。リング上は STF の体勢です。ロックアップ、切り返します。ストンピング、蹴りつけてまいります。ガードした。ひっこりか。あと逆に返した。10分の連続で持っていきたいですね。ここで一気に自分の流れに持っていきたいですね。あと逆に投げていった。抜くのか。リバースで切り返した。ロープに逃れた。首根っこをつかんだ。計算切りの雨洗い。カウントは入る。ロープブレイク。ガチッと組み合った。コーナーに振った。膝を突き上げていった。小股に挟んだ。リバースで返した。そのまま体固め。ここが本当のとこですね。そうですね。こっからはお互いに精神力の勝負ですよ。ロープに飛ばした。加速投ですね。後頭部痛打か。トゥーカウント。腕をフックした。ブレンバスターで切り返した。決まり具合いかがですか。これはがっちり決まってますよ。組み合った。ロープに振った。
ティフミーファン。腕を取った、腕を殺していった、蹴り上げていった。